岡本喜道作、半七鳥物町小説の絵馬。1。これも、明治三十年の秋と記憶している。十月初めの日曜日の朝、私が例によって半七老人を訪問すると、老人は六畳の座敷の縁側に近いところに座って、東京日日新聞を読んでいた。老人は歴史小説が好きで、 先月から連載中の塚原十四園詩作、唯一小説を愛読しているというのである。阪七郎人のような人物が歴史小説の愛読者であるというのは、なんだか不似合いのようにも思われるが、その説明はこうであった。私は妙な人間で、江戸時代の若い時から寄席の落語や人情話よりも、公爵の修羅場の方が面白いという立ちで、商売柄にも似合わないと、 みんなに笑われたもんですよ。明治のこの頃流行の恋愛小説なんていうものは、なりぶん私どものお葉に合わないので、なるべく歴史小説を探して読むことにしています。ジュシエン先生の書き方はなかなか難しいんですが、読み続けているとどうにかわかります。ことに今度の小説は有意小説で、私どもにもお馴染みの深いものですから、毎朝の楽しみにして読んでいます。それが口切りで、 今朝は結小説の噂が出た。老人は商売柄だけに、丸橋中也の取物の話などもよく知っていた。それから縁を引いて、老人はさらにこんなことを言い出した。あの小説のエマはどうなりましたかね小説の絵馬、どこにあるんですか堀之内のそばです。と、老人は説明した。堀之内のお祖師様から、西南に当たりますかね 半道余りも行ったところに和田村、そこに大宮八幡というのがあります。今はどうなっているか知りませんが、総門から注文までの間一丁余りは大きい松並木が続いていて、すこぶる寒さびたお城でした。車内にも松杉が生い茂っていて、夏なんぞは蝉の声が騒々しいくらいです。場所が少し偏っているので、普段はあまり産経もないようですが、 九月十九日の大祭の時には、金吾金在から三景人が群衆して、なかなか繁盛したそうです。その社殿に一つの古い絵馬が掛けてありまして、絵馬は横幅が二尺四五寸、竹が一尺三四寸で、一羽の白い鷹を描き、そのそばに、慶安二二と書いてあります。慶安二二は、すなわち慶安四年で、唯意小説、丸橋中やらが、 無本の年です。あからさまに四年と書かずに、わざと二二と書いたのは、二二が死というシャレに過ぎないのか、それとも何かの意味があるのか、それはよくわかりません。第一、この絵馬には、法能主の名が書いてないので、誰が収めたものか、昔からわからなかったんですが、その慶安四年から、六七十年の後、京法年間に八大将軍が当社へ参経なされたことがあるそうで、 その時に、この絵馬を仰いで、これは小説の自筆であるぞと言われた。将軍はどうして小説の書画を知っていられたか知りませんが、その以来、この絵馬は優衣小説の奉納であるということになったんだそうです。そう上がったらば、小説は徳川家の謀反人ですから、その奉納の絵馬なぞは早速取り捨ててしまいそうなはずですが、そのままにかけられてあったのを見ると、将軍が果たしてそんなことを言ったかどうだか。 ちっと怪しいようにも思われますが、ともかくも江戸時代には小説の絵馬として七回ものでした。私が見たのは江戸の末で、慶安当時から200年も経っていましたから、自然に板の木目が高く出て、すこぶる小賀に見えました。さて、その絵馬について、こんなお話があるんですよ。今日でも諸法の神社に絵馬がかけてありますが、 昔は絵馬というものが大変に流行したもので、江戸中に絵馬専門の絵馬屋という商売が幾件もありまして、浅草茅町の平だ屋などは最も旧家として知られていました。これからお話をいたすのは、四谷塩町の大津屋という絵馬屋の一件で、これも相当に古い店だということでした。安政元年の春は、戸がくり不純の陽気で、 正月が例外に暖かであったと思うと、三月には雷鳴がしばしば続いた。とりわけて三月二十六日の夜は大雷、その翌日の昼もまた大雷雨で、江戸市中のところどころに落雷した。これじゃどこへも出られねえ。今日一日を振り込められて、半七もただぼんやりと夕飯を食ってしまうと、暮れ六ム午後七時頃には雷雨も晴れて、 月のない空に無数の星の光がきらめき出した。これからどこへ出るという当てもないので、今夜は早寝か、などと言っていると、表の格子を開ける音が聞こえて、古文の壁吉が茶の前へ顔を出した。こんばんは。ひどくなったな、ね。事故外れで、ちっと驚かされました。表から入ってきて、誰か面でもあるのかと、半七は聞いた。 ジェスは、呼んだことない人に頼まれて案内してきたんですが、親分、会ってくれますかいここまで連れ込んでしまった以上は、会うも会わないも言っちゃいられめえ。まあ、通してみろ。亀吉に案内されて、遠慮がちに入ってきたのは、四谷の大木戸際の油屋で、これも教科として知られている、丸太という店の番頭である。番頭といっても、まだ十五六の痩せぎすの男で、私は、小八と申します。 何分お見知りおきください。と、丁寧に名乗った。マルタの名は、藩七も兼ねて知っているので、これも丁寧に挨拶した。かげ違ってお初にお目にかかりますが、お前さんがマルタの番頭さんですかえ番頭と申すのは名ばかりで、まだ昨日今日の二日ものでございます。この後も何分よろしく願います。と、五八ハチは繰り返して言った。その暗い顔色を見て、藩七は、 何を頼みに来たのかと考えながら挨拶していると、上吉が横合いから引き取って口を出した。万頭さんは口が重くって話しにくいと言いますから、わしから取り付いてもようが疲れ。誰からでもいい。洋弾の筋道を早く聞かせてもらおうじゃねえか。と、半死は言った。実はね、親分、こういうわけですよ。と、上吉は一膝ゆすり出て説明した。マルタの主人が、 ちっと、道楽をやりすぎましてね。主人はいくつだ主人は多財門といって、今年四十六だそうです。四十六。と、半七は笑った。それじゃあまさかに、近所の新宿へ熱くなったというわけでもあるね。一体、どんな道楽は過ぎたのだ上吉の説明によると、その道楽は、絵馬の収集であった。前にも言う通り、江戸時代には絵馬が流行った。したがって、古い絵馬や、 珍しい絵馬を集めることを一種の趣味とする人々も少なくなかった。時には同行者が会合して、めいの所蔵品を見せ合うこともあった。そうなると、その間に競争を生ずるのも自然の道理で、何か新規の品を持ち出して、人を驚かせようと企てるようにもなる。結局は、普通の絵馬屋で売っているような絵馬の類では満足できないことになって、金剛近在の神社などを順配しながら、 珍しい絵馬をあさって歩くようにもなる。元来この絵馬は、それぞれの癌主が奉納したものだから、人が見たりに持ち去ることを許されないのであるが、なんとか頼んで内緒でもらってくるものもある。もらってくるのはまだしもであるが、花だしきは無断で引っずしてくるのもある。いわゆる修集教で、それがために利比の分別を失うようにもなるのであった。 マルタの主人、タザエモンも、やはりその一人で、今では普通の趣味や道楽を通り越して、エマ収集に熱狂する人間となってしまった。彼は山の手の同行者を集めて、エマの会というのを組織し、自分がその肝入りとなって、毎年の春秋二期に大会を催すことにした。大会は、山の手の貸石家、または料理茶屋を会場として、会場一同が半期の間に収集した。 新規の絵馬を持ち寄るのである。今年の大会は今月の5日、四谷見つけ外のある茶屋で催されたが、その時に丸太の主人は大きい古い絵馬を持ち出して、同行の人々を驚かした。それがかの小説の絵馬であった。この会に集まるほどの者はいずれも多彩門に劣らぬ好き者であるから、もちろんその絵馬を知っていた。そうして丸太の主人が、 どうしてそれを手に入れたかを驚き怪しんで、みんな口々にその事情を聞きただしたが、得意満面の多左門は、ただニヤニヤと笑っているばかりで、詳しい説明を与えなかった。そうなると、一種の好奇心も手伝って、会員の幾人かは、その後、大宮八万へ見届けに行くと、かの絵馬は依然としてかかっているので、人々はまた不思議に思った。 丸太は自分のもののように言っているが、実は神官に何とか頼んで、大会の当日だけ、密かに借り出してきたのであろうと想像して、ある者は丸太のうちへをしかけて質問すると、多左衛門は笑いながら彼のエマを出してみせたので、その人はまた驚かされた。同じエマが世に二つとない以上、その一つは偽物でなければならない。どう考えても、ゆい小説の絵馬。 ことに、その画面も、寸分たがわないような、同一の絵馬が、他にあろうとは思われないので、さらにその出所を、根掘り葉掘り戦技すると、田沢衛門は、声を潜めて話した。これはお前さんだけに、ごくらいでお話し申すが、実は、八万様から盗み出してきたのです。しかし、由緒ある絵馬が紛失したとあっては、その戦技がやかましいから、偽物をこしらえて、 すり替えておいたのです。高いところにかけてある絵馬だから、下からうっかり見上げただけでは、誰も偽物とは気がつかない。このくらいの苦労をしなければ、良いものや珍しいものは容易に手に入らない世の中ですよ。彼は得意の花をうごめかしていた。それを聞かされた人も相当の修集教で、神社の絵馬を無断で引っ外してくるくらいのことは、随分やりかねない男であったので、 普通の人ほどには驚きもしなかったが、それとも偽物をこしらえて、すり替えてくるほどの知恵はなかったらしく、今らのように、たざえもんの熱心を簡単して帰った。二。いつの世にも秘密は漏れやすい。お前さんだけにと言った丸太の話は、それからそれへと同行者の間に広がって、 小説の絵馬は盗み物であるという噂が立った。それを早くも聞き込んだのは、四谷坂町に住むお城坊主、牧野一歳の次男万次郎であった。万次郎も絵馬の会に加入している一人で、丸太の主人とはかねて懇意の仲であったが、十日ほど前の夜に訪ねてきて、奥の丸、田左衛門と何かの密談に時を移して帰った。その以降も、ほとんど毎日のように訪ねてくる。 何のためにそんなに足近く出入りをするのか、主人は口をつぐんで何事も語らないのであるが、それが普通の要件や雑談でないことは、多左衛門の暗い顔色を見ても大抵想像されるので、女房や番頭らも心配した。女房のおさは、大番頭の与兵と相談して、ある夜、かの万次郎が帰る後をつけさせた。与兵は途中の小料理屋へ、 万次郎を誘い込んで、この頃の密談の内容を聞き立たすと、万次郎は眉を潜めて支えいた。お前の店の主人はとんでもねえことをしてしまった。私も絵馬を集めるのが道楽で、随分無駄な銭を使ったり、無駄な暇を潰したりしているが、お前の主人は道楽が強すぎるぜ。伊賀に熱心だからといって、技の始まんから小説の絵馬を持ち出すとは呆れたものだ。 わざわざ偽物をこしらえて、本物とすり替えてくるなんぞは、あんまり罪が深すぎるじゃねえが。いや、それも普通の絵馬ならば、なんとか内裁にする方があるかもしれねえが、小説の絵馬じゃ、何事にもことが面倒になる。有意小説が天下の謀反人だということは、三つ語でも知っているはずだ。あんなものをそのままにしておくお神のおぼししは知らねえが、それに目をかけて、内省で盗み出して、自分のうちにしまい込んでおくというのは、 神を恐れぬ致し方だと言われても一言もあるめえ。お前を脅かすようだが、優勝小説は徳川のお家を滅ぼそうとした無本人だ。その無本人に心を寄せて、その奉納の絵馬を大事にしまっておくなずとは、とんでもねえ話だ。万一それが露見したら、抗議に対して、不届きな奴だというので、重ければ死罪か遠藤。軽くとも、追放で家財は没収。何代か続いたマルタの家も、おとりぶしになるのは知れたことだ。 それを聞かされて、余兵も青くなった。まったく、万次郎の言う通り、無本人の絵馬などを持ち出して、大事にしまっておくことが露見した赤月には、どんなお咎めを受けるかもしれない。盗むということがすでに悪いのに、それを盗んだ品がさらに悪いのであるから、どうでも無事に済むはずがないと、彼は震え上がるほどに驚いたのである。それについて、万次郎はまた言った。悪いことは知れやすい。 悪いことは知れやすいもので、この山の一件がもう人の口の葉に上っている。このまま売っちゃっておいたら、どんなことが出退するかわからねえ。私もお前の主人とは懇意にしているのだから、なんとか無事に納めてやりてえと、この間から心配しているのだ。お前の主人も今じゃ後悔して、万事よろしく頼むというのだが、何しろ、莫大の金のいる仕事だ。こういうことは、一人や二人に金靴はをはめても、 他の口から暴き立てられちゃ仕方かねえ。お奉行は別として、南北の両奉行についているよりき同心は三百人もある。一人に十両と安く見積もっても三千両はすぐに消えてしまう。おがっぴきだって顔のいい奴には何とか挨拶をしておかなければならねえ。そんな困難を合わせると、まず四五千両はいるだろう。もちろん大金にはそういねえが、主人の命も助かり、丸太の店も無事に助かるということを考えれば。 高いいようで安いものだこの事件をもみ消すには、まず、おかっぴきの口を塞がなければならないというので、万次郎は多左門から百両ずつの金を二度受け取った。しかし、そんなことで済むわけはないので、あとの金を早く工面するように迫っているが、多左衛門はなぜか渋っているので、とかくに拉致が開かないと、彼はやや不満らしく話した。自分も好んで、 こんなことにかかり合いたくはないのであるから、お前の主人がいつまでも絞っているようならば、自分はもう手を引くの他はないと彼は言った。それが一種の脅しのように聞かれないでもなかったが、今この場合、万次郎にすがって、なんとか無事をがってもらうのは近道であると考えたので、与兵は自分が責任を帯びて、その金を調達すると受け合った。ただし、休暇といい老舗せと言っても、 丸太の店の有金を全部をかき集めても二三千両に過ぎない。その他の財産は皆辞書や家作であるから、右から左に金には変えられない。それを抵当にして、よそから金を借り出すか、あるいは親類に相談して、一時の建て替えを頼むか、二つに一つの都合をつけるまで猶予してくれと、彼は万次郎に嘆願した。それならまず、有金を吐き出しておいて、辞書や家作の抵当は、 あとのことにすればいいじゃねえが、こっちは急ぎだ。ぐずぐずしていると、六日の早めになるぜ。と、万次郎は催促するように言った。しかし、ありがねを残らず差し出してしまいましては、店の商売ができません。と、与兵はいろいろに言い訳をした。かれこれ押し問答の末に、ともかくも明日の晩までに、二千両の金を渡すことに約束して、二人は別れた。 与兵は急いで大木戸の店へ帰って、まず女房のおさにその一条を訴えると、おさも死人のような顔になった。すぐに主人の多左門を奥へ呼んで、女房と番頭が右左から質問すると、多左門も一切を正直に白状した。自分の道楽からみんなに心配をかけて申し訳がない。所持は万次郎の言う通りであるから、何分よろしく取り計らってくれと。 彼は面目投げに行った。万次郎に二百両を渡しただけで、なぜ後金を出し渋っていたかという問いに対しては、あまりに大金であるからだと答えた。それはおとといの夜のことで、この上は何を置いても金の工面を急がなければならないと、女房は再び万刀と打ち合わせの上で、おえは来くる日の早朝から下町の親類へ相談に行った。余兵は、 ドバ橋あたりにある、丸太の辞書と家作を抵当にして、金を借り出す掛け合いに出かけた。親類の方は相談がまとまらないで、昼過ぎに、おさいはすごすごと帰ってくると、店にも奥にも、多ざ門の姿は見えなかった。裏口から、こっそりと出て行ったらしく、店の者もの、も今まで気がつかなかったというのである。時が時だけに、おさいは一種の不安を感じて、今のそこらを取り調べると、果たして、 一通の書き置きが発見された。それは、おさいに当てたもので、自分のふ頃ころをわいたうえに、よへいと相談して、あとのことはよろしく頼むと簡単に書いてあった。やがて、よへいも帰ってきて、この書き置きを見せられて驚いた。とりあえず、店の者のを処方へ走らせて、心当たりを探させたが、たざえもんの消息はわからなかった。たざえもんは、 一体何のために家出したのか。一家の主人たる者が女房や番頭に申し訳なさの家ではあまり気が狭すぎるように思われるので、さらに家内を取り調べると、かねて蓄えてあるたくさんの絵馬のうちで、かの小説の絵馬一枚が紛失していた。彼がその絵馬を抱えて家出したらしいのは、裏口の井戸端に洗濯物をしていた女中の証言によって推定された。 長さ二三尺の額のようなものを風呂敷に包んで小脇に抱えて出て行く旦那様の後ろ姿を見ましたと、女中は言った。女中や番頭らに対して面目ないという意味も多少は混じっていたかもしれないが、田左衛門が家出の真意はかの絵馬に対する根強い愛敵であることが想像された。万次郎の運動によって、 たとえ、この事件が無事に収まるとしても、エマをすり替えたままにしておくことはできない。こうなった以上は、どうしても本物を元へ戻さなければならない。それが彼にとっては、忍び難い苦痛であるので、結局彼は家を捨て、妻を捨て、さらに我が身を滅ぼすをも顧りみないで、かのエマを抱いて、姿を隠したのであろう。つまり、一種のマニアである。この時代でも、あまり物に懲りすぎると、 バカが気違いになると言ったのであるが、たざえもんもエマの道楽にこりすぎて、ほとんど気違いのようになってしまったらしい。あまりのあさましさに言うべき言葉もなく、おさいも余兵も顔を見合わせて、ため息のほかはなかった。その日が暮れると、約束の通りに万次郎が来た。余兵は主人の家での事情を打ち明けて、そのありかの知れるまでは、運動費の二千両を渡しかねるから、 しばらく猶予してくれと懇願すると、万次郎はそれを信じなかった。家討ちの者が凶暴して、主人をどこへか隠したのであろうと、主人をどこへか隠したのであろうと、彼は邪水した。昨べも番頭に言った通り、俺は親切族で働いているのだ。それを無理して、変な小細工をするなら、俺はもう手を引くからそう思ってくれ。5日に何事が起こっても、主人の首に縄がついても、 ここの店がひっくり返っても、決して俺を恨み出さんだよ。こんなことにかかり合うのは、まっぴらごめんだ。散々に機嫌を損じたらしい彼は、荒々しく畳を蹴って立ち去った。太左門は、もちろん帰ってこなかった。丸太の一家は、不安のうちに、雷雨の一夜を明かした。さて、これからどうしたらいいか。途方にくれたおさいと余兵は、さらに額を集めて相談の末、 若い番頭の孔八を奥へ呼んだ。番頭といっても赤の他人ではなく、孔八はおさの投園にあたるもので、マルタの夫婦には実施がないために、ゆくゆくは彼を養子にすることに内定していたのであった。そういう関係から、孔八も今度の事件については、一生懸命に働かなければならない立場に置かれていた。この場合、何をどうするにしても、 まず主人多左門のありかを探し出さなければならないので、知り合いの手先に頼んで、内々で探索することになった。去年の暮れ、丸太の手代が、影金の持ち逃げをした時に、手先の亀吉が調べに来て、魚兵や高八らとも顔馴染みになっているので、高八がその使いを言いつかったのである。彼はその日の午後の雷雨を犯して、籠を飛ばせて亀吉の家へ頼みに行くと、 亀吉も振り込められて家にいた。しかも、後八から異彩の話を聞いて、彼は首をかしげた。これは、なぐらが面倒な仕事で、わし一人の手に負えそうもねえ。主人のありかを探し出したところで、後の始末が難しい。やっぱり、親分の知恵を借りなければなるねえ。彼が後八を連れてきたのは、こういうわけであった。亀吉の話の足らないところを、後八が、 重い口ながら付け加えて、何分、お願い申しますと、折り入って頼んだ。二人の説明を聞いてしまって、半七も同じく首をかしげた。なるほど。これは、上吉の言う通り、なかなか面倒な仕事らしい。お城坊主のせが柄という悪いものが引っからんでいるので、いよいよ面倒だ。しかし、まあ、せっかくのお頼みだから、何とか考えてみましょう。おかさんにも、あんまり心配しねえように、言っておくがようござんすよ。 何分、お願い申します。高八は、繰り返して頼んで帰った。親分、忙しいところはすみません。どんな厄介者を担ぎ込んで。と、上吉は言った。彼はもちろん、高八から相当の働き賃をもらっているにそういなかった。そこで、その偽物の絵馬をこしらえたといううちはどこだと、半七は聞いた。潮口の大津屋だそうです。一体その絵馬をすり替えてきたのは誰だ 丸太の主人が自分でやったのが、それがよくわからねえのですが、おそらく自分が手を下したのじゃありますめ。他に頼まれた奴があるのだろうと思われますがね。うん。いくら道楽が強くっても、大家の主人が自分で手を出しゃしめ。エマへの奴らが頼まれたのが、それとも他に手伝いがあるのか、それもよく戦技しなければならねえ。神社のエマをどうしたの、こうしたのというのは、自社の支配打ちのことで、 俺たちのかかり合いじゃねえ。ことに堀の内の詐欺だと言うから、江戸の町方の出る幕じゃねえ。俺たちは頼まれただけの仕事をして、マルタの主人の井戸所さえ付き合ってりゃいいようなものだが。ただ、それだけじゃ収まるめえ。仏作って魂入れずになるのも残念だから。引き受けた以上は、一通りのことをしてやりてえと思うのだが。何しろ、その現場を見なけりゃどうにもならねえ。この分には明日は天気だろう。ともかくも。 一緒に和田へ踏み出してみようじゃねえが、朝の五つ半までに大木戸へ行って待ち合わせていてくれ。承知しました。上吉は表へ出て、空を仰ぎながら言った。親分、明日は確かに上天気、星が降るように出ましたよ。三、上吉の予報は狂わないで、明くる十八日の朝の空はぐうように晴れていた。 三月末のにわか天気で、やがて衣替えという綿入れが重いようにも感じられたが、昔の人は行儀がいい。今日から合わせを着るわけにもいくまいというので、半七は暖かすぎるのを我慢して出ると、神田から山の手へ登る途中でもう汗ばんできた。羽織を脱いで肩にかけて大木戸まで行き着くと、上吉は約束通り待っていた。 少し天気が良すぎるな。だが、まあ、降られるよりましだろう。そうですよ。昨日のようじゃどうすることもできません。と、き吉も、あおりをそれたたみにしながら言った。内藤新宿の追い分けからつのはず、よろばしを経て、堀の内の妙法寺を横に見ながら、二人は和田へ差し掛かると、ば端の遅い桜も昨日のライブに残りなく散っていた。もう青葉だ、などと話しながら。 畑道の間を縫って大宮八幡の門前へたどり着くまでに、二人は途中の百姓屋で行くたびか道を聞いた。初めて来たせいが随分遠いな、と半七は立ち止まって言った。ちょっとくたびれましたね。まあ一服しましょう。二人は路端の石に腰をかけて、タバコ入れを取り出した。空はいよいようららかに晴れて、そこらの麦畑でひばりの声も聞こえた。風のない日で、 タバコの煙のまっすぐに上がるのを眺めながら、ハンシチは静かに言い出した。なあ、赤目、俺は途中で考えながら来たのだが、ここのエマは無事だろうと思うぜ。そうでしょうかおそらく無事だろうと思う。偽物をこしらえてすり替えたというが、それは丸太の亭主が騙されているので、実は自分が偽物をつかまされているのだろう。なるほどね。そうなりゃ、ロンはね、丸太の亭主は誰にか騙されて、 偽物を高く買い込んだというだけのことだ。俺はどうもそうらしく思う。念のためによく調べてみよう。二人は松並木の間を塗って本社の前に出ると、境内は思ったよりも広かった。東に向かった社殿に育種の絵馬が駆けつらねてあって、そのうちにかの白高の絵馬も見えたので、二人は近寄ってしばらく無言で見上げていたが、八幡半七は、 自分の予覚が的中したように微笑んだ。俺は素人で、こんなものの目利きはできねえが、彩りといい、木目,目といい、どう見ても、こしらいものじゃねえらしい。これは確かに本物だ。神仏懇行の時代であるから、この八幡の別当所は、大宮寺という寺であった。藩七は別当所へ行って、自分たちの身分を明かして、かの絵馬について聞き合わせると、自相らも驚いて出てきた。 彼らは半七の目の前で、かのエマを取り下ろして、裏表を丁寧に改めたが、エマには何の異変もなく、当社伝来のものにそういないと言った。いやあ、よくわかりました。私も大方、そうだろうと思っておりました。と、半七は言った。ついた、もう一つ伺いたいことがありますが、近頃ここへ来て、このエマの図取りでもしていたものを、お見かけになりませんでしたろうか。 なるほど。そういえば、去年の10月か、11月頃のことでした。と、若い層の一人が答えた。地上前後の町人風の男が、23子の女と二人連れで産経に来て、この山の下にしばらく立って眺めていましたが、女はやたてと、髪を取り出して何か模写しているようでした。その後にまた来ましたが、今度は女一人で、やはり一心に映しているように見受けました。 その女の人相や風俗を聞きただして、半七と亀吉は自相らに分かれた。その女というのは絵描きでしょうね。と、亀吉は言った。んどうで偽物をこしらえるのだから、絵描きも味方に入れなきりゃならねえ。男というのは江前の亭主で、女は出入りの絵描きだろう。これから帰ったら、その女を探ってみろ。よがす。女の絵描きで、年頃も人相も分かっていいのだから、すぐに知れましょう。 それ、大津屋はどうしますもう少し、売っちゃっておきますか。どうせ一度はあげるやつらしいが、まあ、もう少し、助けておけ。いよいよ俺の鑑定通り、ここの絵馬が無事であるとすれば、大津屋の店主は丸太を騙して、偽物を押し付けたにそういねえ。それを知らずに、偽物をご招待時に抱えて、丸太の店主は、どこをうるついているのだろう。考えてみると、かわいそうでもある。なんとかして、早くそのありかを探し出してやりてえものだ。 帰りに堀の内へ回りますかいついでと言っちゃあすまねえが、心ここまでは滅多に来られねえ。昼飯を食って、お参りをしていこう。二人は堀の内へ回って、遅い昼飯を死柄木で食って、妙法寺の祖師に参詣した。その帰り道で、半七はまた言い出した。俺はまた途中で考えついたが、そのお城坊主の次男、万次郎とかいうやつは、大津屋の亭主とグルになっていいのじゃあるめえかな。 丸太は馬で半径違いになっているのにつけ込んで、大津屋がまず偽物でいい加減に儲けた上に、今度は万次郎が入れ替わって、無本人の絵馬を言いがかりに、丸太を脅しつけて、何千両という大仕事を企んだのじゃねえかと思うが、もしそうならば、重々不定奴らだ。しかし、お城坊主のせがれなんぞには、随分悪い奴がある。下手をやると、せがねじを食うから、気をつけて、取りかからなければならねえ。 元来た道を四谷へ引っかして、大木戸際の丸太の店へ立ち寄ると、主人多左衛門の行方は未だ知れないと番頭らは嘆いていた。後八を表へ呼び出して、半七は今日の結果をさやいた。まあ、そういうわけだから、山の一見は心配するほどのことはありません。騙された人間もよくねえが、騙した奴はなお悪いということになる。そこで、お城坊主の世柄というのは、 その後に、尋ねてきませんかえおとといの晩、怒って帰ったきりで、昨日も今日も見えません。また来て、脅し文句を並べても、肝心のエマは無事なのだから、別に恐れることはありません。まあ、いい加減に、あしらっておくがようござんすよ。ありがとうございます。と、高八は、やや安心したように言った。大き戸からさらに潮町へ引っかかった頃には、 三月末の長い日も、もう、遅れかかっていた。薄暗い店には、商売物の絵馬が、大小を取り混ぜて、たくさんにかけてあって、若い職人一人と、小僧二人が、何かの仕事をしているらしかった。安室は、その店へ入って、入りもしない絵馬を一枚買った。親方は、うちかえ。今日は、昼間ごろ出ました。と、職人は答えた。絵つご帰るか、わからないかね。 この頃はちょいちょい出るので、いつ帰るかわかりませんが、何がご用ですかうん。炎の大きいものを頼みたいのだが、親方が留守じゃ仕方がね、また出直してごおかみさんもいねえかねかみさんは四五年前に亡なくなりました。じゃあ、親方は一人かえ子供は娘があります。娘はいくつだ十八です。いい女かおめえお前は様子がいいから、もうできているのじゃねえか冗談でしょ 職人は大きい声で笑い出した。半七も笑ってそこを出たが、五六軒ほど行き過ぎて大津屋を見返った。おい、亀、少し忙しくなってきたが、大津屋の亭主と娘について、できるだけのことを洗ってくれ。万次郎の方は松に言いつけて調べさせろ。丸太の亭主は半吉芸だから、どこにどうしているか、差し当たりは手のつけようがねえ。それから除罪もあるねえが、 大津屋を調べるついでに、女の絵描きの探索も頼むぜ。と、言いかけて、半七は急にまた笑い出した。いや、いけねえいけねえ。俺もよっぽど焼きが回ったな。今あの店で、ここの絵馬を描く人は誰だと聞いてみりゃよかったに。こいつはおしくじりだ。なに、そんなことはすぐにわかりますよ。店屋の明かりがちらほら赤くなったおーラで、親分と子分は別かれた。 4. あくる日はまたかげって、夕方から細かい雨がしとしとと降り出した。どうも続かない天気だと言っていると、その夜の5つ、午後8時過ぎに、上吉と松吉が顔を揃えてきた。ちょうどそこで会いました。それは都合がよかった。そこで、早速だが、めいめいの受け持ちはどうだった。と、半七は聞いた。よ、わしから口を切りましょう。 上吉は言い出した。大津屋の亭主は十兵衛と言って、今年四十一になるそうです。五年前に女房に死なれて、おき絹という娘と二人っきりですが、どっかに内緒の女があると見えて、この頃は家を空けることはたびたびある。それから親分、その娘のおきぬというのは、お城坊主の次男とどうもおかしいという噂で。してみると親分の鑑定通り、万次郎と大津屋とはグルだろうと思いますね。 それから、大津屋へ出入りの女絵描きは、古法という号をつけている女で、歳は二十三し、器量も万らでなく、まだ一人身で、新宿の縁魔様のそばに初体を持っているそうです。そこで、まだはっきりとはわかりませんが、この女は大津屋の弟子か万次郎か、どっちかの男にかかり合いがあると、わしは睨んでいるのですが。そうかもしれねえ、えと、半七はうなずいた。そこで待つ、おめえの調べはどうだ 私の方は、スラスラとわかりました。と、松吉は、ともなげに答えた。親分も知っていなさる通り、四谷佐賀町に住んでいるお城坊主の牧の一斉、その長男がゆたろう太郎、次男が万次郎で。万次郎は今年十一ですが、まだ養子先も見つからねえで、自分のうちの厄介になっている。こいつも、江間道楽のお仲間で、大津屋へも出入りをしているうちに、今も亀が言う通り、大津屋の娘と出来合ったらしいという噂です。 だが、近所の評判を聞くと、万次郎という奴は、もちろん褒められてもいねえが、取り立てて悪くも言われねえ。世間にもありふれた持参難の本切り方で、道楽肌の若い者というだけのことらしいのです。大勢の十兵衛はどうだこいつにも悪い評判はねえかと、安七はまた聞いた。そうですねえ。と、上吉は少し考えていた。これも近所町内の評判は別に悪くもねえようです。万次郎と同じことで、 まあ、良くもなし、悪くもなしでしょうね。だが、古い店だけに、心証は悪くもないらしく、ヨドバシの方に二三軒の家族も持っているそうです。娘はどんな女だ昨日、親分がいい女かと言ったら、職人が笑っていたでしょう全く笑うはずで。わしも今日初めて覗いてみたが、いやもう、二目と見られねえくらいで、近所のお岩様の株を取りそうな女ですよ。買いそうによっぽど重い包装に立た,たられたらしい。 それでもまあ、年じ頃だから、万次郎と出来合った。と言っても、おそらく万次郎の方じゃ、自乱坊の厄介者だから、大津屋の婿にでも入り込むつもりで、まあ、我慢して、かかり合っているのでしょうよ。それでまず、人通りは分かった。と、半七は、薄く閉じていた目を開いた。娘と万次郎と出来ていることは、父親の十兵衛も知っていて、ゆくゆくは、婿にでもするつもりだろう。それはまあ、どうでも構わねえが。 丸太の亭主の絵巻違いにつけ込んで、偽物の絵馬をこしらえて、小宝という女に絵を描かせて、その偽物を丸太に押し付けて、それから入れ替わって万次郎が押しかける。やっぱり俺の鑑定通りだ。今の話じゃ万次郎という奴は、あんまり度胸のある人間でもなさそうだから、おそらく十兵衛の家系だろう。自分が陰で糸を引いて、万次郎をうまく操って、大きい仕事をしようとする。こいつもなかなかの無本人だ。 ゆい小説が褒めているかもしれねえ。だが、こいつらがおとなしく手を引いて、これっきり丸太へ因縁をつけねえということになれば、まあ、多めに見ておくほかはあるねえ。何事も、この後の成り行き次第だ。まあ、そうですね。と、上吉も答えた。それにしても、丸太の亭主にも困ったものだ。店の者には気の毒だが、どこをどう探すという当てがねえ。と、半七は、ため息をついていた。 それから世間話に移って、やがて四つ、午後十時に近い頃に、亀吉らは一旦挨拶して表へ出たかと思うと、また慌ただしく引っ返してきた。親分、飛んだことになってしまった。丸太が死んだそうですよ。続いて、番頭の甲八が駆け込んだ。色々ご心配をかけましたが、主人の死骸が見つかりました。どこで見つかりました 半七も忙しく聞いた。おいわけの考察場のそばの土手下で。それじゃあ近所ですね。はい。店から遠くないところでございます。どうして死んでいたのです。松の木に首をくくって。例のエマは、死骸のそばには見当たりませんでした。ご承知の通り、あそこには玉川の浄水が流れておりまして、土手の向こうは天竜寺でございます。その土手下に、 一本の古い松の木がありますが、主人は自分の帯を大きい枝にかけて、死骸のそばに紙入れ、タバコ入れ、花紙などは一つにまとめてありましたが、絵馬は見当たらなかったと申します。あのあたりは往来の少ないところでございますので、通りがかりの人がそれを見つけましたのは、今朝の六半頃だそうでございますが、近所とは申しながら、丸太の店とは少し離れておりますので、すぐにそれとはばかりかねたと見えまして、 ご検視なども済みまして、その身元も、ようようはっきりして、私どもへお呼び出しの参りましたのは、やがて七つごろ午後四時。でございます。それに驚いて駆けつけまして、だんだんお調べを受けまして、ひとまず死骸を引き取って参りましたのは、日が暮れてからのことで、早速お知らせに出るはずでございましたが、何しろごたごた痛いたしておりましたので、それは定めてお取り込みでしょう。 どうも、とんなことになりましたね。と、藩七は、気の毒そうに言った。そこで、ご剣士は、どういうことで済みました乱心と申すことで、人に殺されたというわけでもなし、自分で首をくぐったのでございますから、剣士のお役人方も、別に難しいご詮議もなさいませんでした。ご剣士が無事に済めば結構、私たちが差し出るには及びませんが、ともかくも、お悔やみながら、お店まで参りましょう。おい。 カメも松も一緒に行ってくれ。コ八は籠を待たせてあるので、お先へご面をこうりますと断って帰った。半七は途中で箱入りの線香を買って、三人連れで大木戸へ向かった。雨は幸いにやんだが、暗い夜であった。ひょっとすると、マルタの大使は首くくりじゃねえ。誰かに首られたのかもしれねえな。と、半七は歩きながら言った。 やっぱり、大津屋の奴らでしょうかと、亀吉は小声で聞いた。締め殺しておいて、木の枝へぶら下げておくというのはよくある手だ。と、松吉も言った。まあ、言ってみたらなんとか見当がつくだろう。と、ハ吉は言った。もしそうならば、多めに見ておくところが、あいつらを呪つなぎにしなければならねえ。また人騒ぎだ。三人が大木戸の近所まで行き着くと、 高八は店の者にちょを持たせて迎えに出ていた。マルタの店に入って、半七は持参の先行を備えて、家内の人たちに悔やみの挨拶をした。今夜は親類に知らせただけで、夜が明けてから世間へ披露するとのことであったが、それでも古い店だけに、出入りの者などが早くも詰めかけて、広い家内は混雑していた。 御原子の住んだものを私どもがいじくるのもいかがですが、と、半七は親類や番頭に断って、座敷に横たえてある多左衛門の死に顔の覆いを取り除けた。片手にろうそくをかざしながら、まずその死に顔をのぞいて、次にその喉のあたりを改めた。さらにその手の指をいちいちに改めた。それが済んで、半七は縁側の蝶図鉢で手を洗っていると、 孔八がついてきて、囁くように聞いた。別にご不審はございませんか少しご相談がありますから、大番頭さんを呼んでください。余兵と孔八を別前へ呼び込んで、半七は自分の意見を述べた。自分はこれまで一社の剣士にもしばしば立ち会っているが、我が手でくびれて死んだ者があんなに苦悶の表情を留めている例がない。喉のあたりにかすかに書き傷の跡がある。 左の中指と右の人差し指の爪が少しかけている。それらを総合して考えると、主人は人に締められて、その締め縄を取り除けようとして、もわきながら死んだのである。自分の帯でくくれていたというが、首の周りに残っている跡を見ると、細い縄のようなもので強く締めたらしい。ついては、乱心の自殺として、このまま無事に済ませてしまうか、あるいは他殺として、 その下手人を探索するか、皆さんのお押し召しを伺いたいと、半七は言った。それを聞いて、余兵らはひどく驚いたらしく、今はごけとなった女房のおさいをはじめ、親類一同を奥の前へ呼び集めて、にわかに表議を開いた。今更他殺などと騒ぎ立てるのは、外文にも関わることであるから、このまま穏やかに済ませたがよかろうというンパと、 他殺ならば、その下手人を探し出して、相当の仕置きを受けさせるが、順当であるという後派と、議論は二派に分かれたが、おえはどうしても、主人の仇を取ってもらいたいと、強行に主張するので、ンパの人々も争いかねて、結局その下手人の探索を、半七に頼むことになった。それから二日目に、丸太の店では、主人の葬式を出した。表向きは、 乱心の意師ということになっているので、世間の手前、あまり華やかな葬式を営むことを遠慮したのであるが、それでも改装者はなかなかに多かった。大津屋の十兵衛も改装者の一人に加わっていた。葬式が果てた後、亀吉は十兵衛の後をつけて行くと、彼は大葬寺の方角へ足を向けた。それは新宿の縁馬として有名の寺である。その寺に近いところに、 小さい二階屋があって、十兵衛はその入り口の軌道を開けて入った。岩には白い拳の花が咲いていた。近所で聞くと、それがかの女絵師の古法の住処であった。これで十兵衛と古法との関係が自分の鑑定通りであるらしいことを亀吉は確かめたが、さらに近所の者の話を聞くと、古法の家には十兵衛の他に、 二十歳前後の色白の男が時々に出入りをする。またその他に十七八の不器量な娘もしろんでくるというのであった。男はおそらく牧の万次郎で、娘は大津屋のお野であろう。古法が十兵衛の囲い物の,のようになっている関係上、万次郎とお野はここの二階を合引きの場所に借りている。それもありそうなことだと亀吉は思った。 その報告を聞いて、半七は言った。それだけのことが分かったら、それを手がかりにもう一足、うんこまなければいけねえ。マルタの亭主の下手人は、大津屋の十兵衛と睨んでいるものの、確かな証拠もなしに、手をつけるわけにはいかねえから、まあ、気を長く見張っていろ。鎌ま吉は承知して帰ったが、それから十日ほどのちに、かの古宝は、大宝寺のそばを立ちのいてしまったと報告した。女医師は、 突然に書体をたたんで、夜逃げ同様に姿を隠したので、近所でもその引っ越し先を知らないというのであった。それからさらに、十日ほどの後に、亀吉は新しい報告を持ってきた。大津屋の娘おきぬが家出して行方不明になったが、万次郎と一緒に駆け落ちなどをした様子はない。万次郎は相変わらず、四谷坂町の実家に住んでいる。 大津屋では娘の家出を秘密にして、病気保養のために、母衆の親類に預けたとか言っているが、それが突然の家出であることは、近所でも皆知っているというのである。女医師の夜逃げ、娘の家出。その間に何かの意図がつながっているらしいのは、何人にも容易に想像されることで、藩七もそれについていろいろの判断を試みたが、 確かに、こうという断定を下しえないうちに、4月もいつか過ぎてしまった。5。あの時は、実に驚きましたよ。昨日を冷やしたというのは全くこのことです。半七郎人は、その当時の光景を思い浮かべたように、大きいため息をついた。それに釣り込まれて、 私も思わず身を固くした。何事が起こったんですまあ、お聞きください。毎度お話をする通り、嘉永六年の黒船トライから世の中はだんだんに騒がしくなって、幕府でも解剖ということに注意する。何時外国と戦争を始めるかもしれないというので、江戸近在の目黒、淀橋、板橋、その他数カ所に火力製造所をこしらえて、 盛んに大絶小絶の鉄砲玉を製造したんです。それには水車がいるということで、大抵は大きい水車のあるところを選んだようですが、今から考えれば、火薬の取り扱い方に慣れていなかったんでしょう。それが時々に爆発して、大騒ぎをすることがありました。あなたもその爆発に出会ったんですかそうですよ。私の出会ったのはヨトバシでした。ご承知の通り。 ここは、大梅街道の入り口で、新宿の追い分けからつのはず、カ木、鳴子、ナルコ、という道順になるんですが、昔もなかなか賑やかな土地で、近在の江戸と言われたくらいでした。淀橋は長さ十軒ほどの橋で、橋のそばに大きい穀物問屋がありまして、主人は代々、九兵衛と名乗っていたそうですが、その九兵衛の店に、精米用の大きい水車が仕掛けてありました。 この水車を山城の淀川の水車に例えて、淀橋という名ができたのだという説もありますが、嘘か本当かは存じません。ともかくも大きい水車があるために、ここの家も火薬製造所に当てられていましたところが、このお話の安静元年、6月11日の明けむつ過ぎに突然爆発しました。炎天続きで炎症が乾きすぎたせいだともい、何かの粗相で、 火薬に火が移ったのだともいい、その原因ははっきりわかりませんでしたが、何しろすまじい音をさせて、三度も続いて爆発したんです。さながら天地振動という勢いで、九兵衛の家はもちろん、その近所二丁四方は、家屋も土蔵も物置も、みんな吹き飛ばされてめちゃめちゃになってしまいましたが、全体では四丁四方の損害でした。いくら賑やかだと言っても、 それは表通りだけのことで、裏へ回れば田や畑が多いんですから、その割合に人家の被害は少なかったんですが、死人やけが人は随分ありました。それがために虫を起こして死んだ子供や、流産した女もあったそうです。いや、実に大変な騒ぎで、誰だって不意を食らったんですが、私どもは鳥物の最中というのだから、なおさら驚きましたよ。何の鳥物に出ていたんですか それが今お話をしているエマの一件で、大津屋の十兵衛を追い回している時なんです。と、老人は説明した。いや、まあ、取り物の前にこの一件の種明かしをしてしまいましょう。それでないとお話がどうも歯が取りませんから。大抵はもうおわかりでしょうが、マルタの主人、田左衛門がエマ道楽で半気違いになっているのを付け込んで、大津屋の十兵衛は小説のエマの偽物をこしらえました。 そうして、本物とすり替える役目まで引き受けたんですが、すり替えたというのは嘘で、実は偽物をそのままマルタへ渡したんです。鷹の絵は女絵描きの古法に描かせましたが、その絵といい、絵馬の記事といい、よほど上手にできていたと見えて、マルタも見事に一杯食わされてしまったんです。早く言えば、骨董好きの金持ちが、書画屋や道具屋に偽物を売りつけられたようなわけで、 それで済んでいれば、まあ無事なんですが、十兵衛はその骨折り賃に三十両という金を取っていながら、まだその上に大きい欲を書いて、無本人の絵馬を盗み出したとか、無本人の絵馬を大事にしているとかいうのを種に、マルタを脅かして何千両をゆすり取ろうというタイムを起こして、その手先に万次郎を使うことになりました。万次郎は大津屋の娘と本当に関係があったんですか 確かに関係がありました。いわゆる悪女の不可能酒で、女の方はもう夢中になっていたんです。親父の十兵衛ももちろん承知で、ゆくゆくは妙とにすると言っていたくらいですから、万次郎も今度の役を引き受けなければなりませんでした。万次郎は歳も若いし、腹のしっかりした悪党というのでもありませんが、つまりは欲に引っかかって、十兵衛の差し金通りに働くことになったんです。そこで、 丸太の主人をうまく脅しつけて、最初に百両ずつ二度も引き出したんですが、十兵衛はそのくらいのことで満足するのじゃない。どうしても何千両の夢が覚めないので、いろいろに万次郎をけしかけて、ますます丸太いじめにかかっていると、相手の多左門はエマを抱えて家出をしてしまったので、この計画は腰折れの形になりました。それでも丸太の女房や番頭を脅かせば、 まだいくらかになると思っているうちに、十兵衛は心にもない人殺しをすることになったんです。十兵衛が丸太の主人を殺したんですね。田左衛門が家出をしてから三日目、すなわち三月二十八日の晩に、十兵衛は淀橋にある自分の家族を見回りに行って、それから千田谷の又助という盾小屋へ寄って、雨戸一枚と障子二枚をあつらえて、 夜もやがて四つという頃に、ちょうちんをぶら下げて、例の考察場に近い土手へ差し掛かると、大きい松の木の下に、ぼんやり突っ立っている人影が見える。もしや首でもくくるのかと、ちょうちんを袖に隠しながら、浮き足をして近寄ると、それが丸太の主人であったので、驚いて声をかけました。何しろ、相手の太左衛門が姿を隠してしまっては、万事の掛け合いが、 うまくいかないと思っている矢先へ、ちょうどにここでその姿を見つけたので、十兵衛はこれ幸いと喜んで、いろいろになだめすかして、丸太の店へ連れて帰ろうとしたが、太左衛門はどうしても承知しない。うちへ帰ると、これを取り返されるから嫌だと言って、ご招待時に例の絵馬を抱えている始末。まったく、本人は半旗違いになっていたらしく、いかに説得しても聞かないので、 十兵衛もしまいにはじれこんで、腕づくで引きずって行こうとする。相手はいくまいとする。そのうちに、多左衛門の気色がだんだんにやらくなってきて、十兵衛を殴りつけて、立ち去ろうとする。それをまた引き止めて、二人はとうとう組打ちになって、土手下に転がって争ううちに、そこに細いわらひもが落ちていたので、十兵衛は半分夢中でその縄を拾って、相手の首に巻きつけて、 本人はこう白状しているんですが、おそらく嘘じゃなかろうと思います。多彩門を殺しては、金の鶴が切れてしまう通りですから、十兵衛も好んで、相手を殺すはずはなく、ほんの一時の出来心に沿いやりますまい。しかし、相手を殺した以上、なんとか後始末をしなければなりませんから、十兵衛は死人の帯を解いて、松の木にかけて、自分でくびれたようにこしらえて、 早々にそこを立ち去ったんです。偽物の絵馬を残しておいて、何かの仙義の種になると面倒だと思ったので、風呂敷包みのまま引っかかえて帰って、叩き壊して焼き捨てたそうです。その風呂敷も一緒に焼いてしまえばよかったんですが、そこが人情のケチなところで、風呂敷まで役にも及ぶまいと、そのまま残しておいたのが運の月でした。そうすると、その風呂敷から露見したんですか まあ、お聞きなさい。だんだんに、お話申します。老人は、一息ついて、また話し出した。それから、古法という女絵描きのお話ですが、これは親兄弟もない一人者で、絵筆表は相当の腕もあるんですが、どこの師匠について修行したというでもなく、まあ、独学のようなわけであるので、自然世間に認められる機会がなく、絵馬の絵などを描いて世渡りをしているうちに、 いつか十兵衛の世話になるようになって、新宿の大宗寺のそばに書体を持って、まあ、囲いものという形になっていたんです。その縁故で、大津屋の娘のお絹と万次郎も、古法の家の二階を相びきの場所に借りていた。と、そこまでは良かったんですが、そのうちに古法と万次郎が妙な関係になってしまいました。古法は24、万次郎は21。 男の方が年下であるだけに、女の熱度はだんだんに高くなる。それがお絹の目についたからたまりません。すぐに親父に訴えると、十兵衛も驚いて目を光らせる。十兵衛と万次郎と、古宝とお絹と、この四人がひっからんで、ひどく面倒なことになりました。万次郎が丸太をどかして取った二百両は、後で総勘定をするという約束で、ひとまず十兵衛が預かっていたんですが、 マルタの主人が死んだ後にも死ぬほど言って一文も出しません。万次郎も呉を煮やして、たびたびうるさく催促しても、十兵衛は鼻であしらっていて相手にしません。そればかりでなく、万次郎を婿にするなどという話も立ち消えになってしまいました。十兵衛として見れば、自分のかけを盗むような奴に、娘をやったり、金をやったりする気にはなれなかったんでしょう。まだその上に、万次郎を遠ざけるために、 出し抜けに古法をせきたてて、夜逃げ同様に新宿を立ちのかせて、淀橋の町外れに引っ越させました。そこには大津屋の家族が二軒あって、その一軒は空き家になっていたんです。十兵衛が千田谷の盾具屋に、雨戸や障子を頼んだのも、古法をここへ引っ越させる下ごしらいであったと見えます。もちろん古法の引っ越し先は万次郎にも沖きぬにも隠していたんですが、 いつまで知れずに済むはずがありません。それから十日も経たないうちに、二人ともにもうさぐり出してしまいました。それがまた、一つの事件を引き起こすもとで。六。半七老人の話は終わらない。私も最後まで聞き外すまいと耳を澄ましていると、老人は床の間の置き時計をふと見返って、 女中部屋のばあやを呼んだ。ばあやが顔を出すと、老人は何か目で知らせた。すぐに飲み込んで行くばあやの後ろ姿を見送って、これは悪かったと私はにわかに気がついた。老人は昼飯の用意を命じたにそういない。早朝から調査して、昼飯までごちそうになっては愛すまないと。私は慌てて巻きたばの袋をたまとへ押し込んで、帰り自宅に取りかかろうとするのを、 老人は手を挙げて制した。まあ、お待ちなさい。お話はもう少しですよ。言ううちに、ばあやはもう裏口から足早に出て行ったらしい。お江戸も及ばずと観念して、私はずうずうしく座り直すと、老人はまた話し続けた。4月21日の夜に、沖野は近所の湯へ行くふりをして、塩町の大津屋を抜け出して、 よど橋の広宝のうちへ尋ねて行きました。広宝が万次郎を引っ張り込んでいるだろうと疑って、その様子を伺いに行ったんです。自分の家族ですから、勝てはよく知っているので、裏口から回って伺うと、藩の通り、男と女は縁側に近いところへ出て、早い飼い節を焚きながら、むつまじそうに話している。それを見ると、おぬはカッと伸ばせて、悪女がさらに奇女のようになって、 そこの台所にやり合わせた出馬包丁を取って、古法を殺そうとして暴れ込んだので、古法は驚いて庭へ飛び降りる。それを追おうとするお絹を万次郎が抱きとめる。お絹は死に物狂いになって暴れ回る。その刃物をもぎ取ろうとするうちに、思わず手が回って、ということになっているんですが、これは十兵衛の場合と違って、どうだかわかりません。彼はもらえず、婿にはなれず、 こんな悪女につきまとわれてはやりきれないと思って万次郎が思い切ってズバリとやったのかもしれません。いずれにしても、おきぬは父の下を疲れて即死、惚れた男の手にかかって儚くなりました。その死骸は万次郎と古宝が始末して縁の下へ埋めているところへ、またその後から十兵衛が訪ねてきたんです。もう隠すことはできないので万次郎も度胸を据えて、 正直にその事情を打ち明けた上で、俺を下手人として突き出してくれと言うと、十兵衛も考えたらしいんです。我が子を殺されて驚いたにはそう言いないが、自分にもエマの秘密があるので、それを万次郎に喋られても困る。もう一つには、バルタの主人を殺した一件を万次郎も小宝も、うすうす悟っているかもしれないという弱みがあるので、起きぬ殺しを表沙汰にするのは危ない。 そこで三人が相談の末に、起きるは某州の親類へ預けたとか、あるいは家出したとか言いふらして、この一件は闇に葬ってしまうことにする。その代わりに万次郎は二百両の割前を一文ももらわず、小宝とも今夜限りに手を切るということになりました。万次郎にとっては割の悪い約束ですが、仮にも女一人を殺して、 それを内分にしてもらうというのですから、そのくらいのことは仕方がありません。そんなわけで、お絹の死骸を寺へ送ることはできないので、親父の十兵衛も手伝って、やはり床下に埋めることになりましたが、幸いに近所の者には悟られずに済んだのです。お絹はかわいそうでしたね。刃物などを振り回したのは悪いにそういないが、こうなるとかわいそうなもので。 それでまあ、一旦は収まったんですが、五月の末頃になると、十兵衛が下絵の方から古着屋を呼んできて、娘の夏冬の着物を相当に取りまとめて売ったということを、上吉がふと聞き出して、その日の暮らしに困るというでもないのに、年頃の娘の着物をむやみに売り放すのはおかしい。してみると、某州の親類に預けたなどというのは嘘で、娘は死んだか、家出して帰らないか。 二つに一つに相違ないと鑑定したんです。その他に、またこういうことがありました。マルタの店の菩提寺は中野にあるので、5月28日の命日に、女房のさいが、万党の高八と小僧を連れて、多左衛門の墓参りに行った帰り道に、淀橋の町外れを通ると、その頃のここらには、かやぶきの家がたくさんありました。そのかやぶきの一軒の家で、 庭の梅の実を落としている。垣根は低い四つ目垣でしたから、通りがかりながら見るともなしに覗いてみると、梅の実を取っているのは二十三子の女で、それに不思議はないのですが、その時、おさいと後八の目についたのは、梅の木から消え、竹ざを渡して洗濯物を干してある。その洗濯物の中に、一枚の大きい風呂敷がかかっていて、それが見覚えのあるマルタの店の風呂敷で、 主人が家出の時に、例の絵馬を包んで持ち出したものらしい。丸太ののれんは丸の中に他の字を出してあるんですが、これには丸太の店の印がなく、家の条文の下がりふじが小さく染め出してある。その風呂敷がどうしてここの家に干してあるのかと、二人は不思議に思いながら帰ってきて、高八はすぐに亀吉のところへ知らせに行きました。その家は大津屋の家族で、 この頃は女絵描きの古法が引っ越してきていることを上吉ももう承知していましたから、さてこそ案の通りというので、これもすぐに私のところへ中心に来ました。ところが、あいにく私も孔次郎も他の事件にかかり合っていて、ちょいと手放すことができない。ことにこの一件は十兵衛と万次郎と古法とが絡んでいますから、うかつに一人を引き上げると、 他の関係者が散ってしまう恐れがあるので、亀吉一人に任せるわけにもいかず、ただ油断なく見張らせておいて、十日ほども空に過ごしてしまいましたが、その間に亀吉はまたこんなことを聞き出しました。千田谷のて小屋のまたすけが、十衛の注文を受けて、淀橋の家作に雨戸を入れたところ、そのて付けが悪いというので、五月の初めに直しに行ったが、 なんだか、畳屋縁側に血の跡のようなものが薄く残っていたという。そこで上吉は、ひょっとすると、おきぬがここで殺されたのではないかと鑑定しました。私もそう思いました。そのうちに一方の事件も片付きましたので、いよいよこっちへ手をつけることになりました。6月10日の夜、十兵衛が淀橋へ泊まりに行ったのを突き止めて、 私と亀吉が出かけました。孔次郎も行こうというので、それほどの大取り物でもないが、まあ、一緒に連れて行くと、前にお話もしたように大騒動に出っくわして、いや、もう、ひどい目に遭ったんです。火薬の爆発は朝でしょうそれが、十一日の朝まで引っかかったので、私どもが淀橋へ行き着いたのは、十日の夜四時半、午後十一時頃、 寝込みへ踏み込んで、一度に押さえつけようと思ったんです。ところが、いざ踏み込んでみると、替えの一方の釣り手を外して、コホ宝一人が寝床の上にしょんぼりと座っているんです。十兵衛はどうしたと宣言すると、最初は来ていないと、白を切っていましたが、所詮は女ですから、とうとう正直に言いました。そこで、だんだんに取り調べると、小宝は万次郎と手を切ると約束しておきながら、 その後も、その後もやはり内緒で男を引き入れていると、十兵衛もそれを感づいたのでしょう。今夜は私どもより一足先に踏ん込んで、一つ蚊帳の中に寝ていた小宝と万次郎を取り押さえました。十兵衛は定めて、劣化のごとくに怒るかと思いのほか、上辺は静かに落ち着いて、ここでは話ができないから、ともかくもそこまで一緒に来てくれと言って、万次郎を表へ連れ出した。 それはたった今のことだというので、古宝の番人を亀吉に言いつけて、私と光次郎は近所へ見回りに出ましたが、今夜は雨模様の暗い晩で、そこらに二人の姿は見つからない。よんどころなしにまた引っ返してきて、再び古宝を調べると、下がり藤の門の風呂敷は、引っ越しの時に十兵衛が持ってきたもので、そのまま自分の家で使っていたと言って、現物を出して見せましたが、 縁側や畳に血の跡が残っていることは何にも知らない。自分は血の跡とは気がつかず、何かの汚れだと思っていたと、強情に言い張っているんです。まさかに、引っ張ったくわけにもいかないので、古報の戦技はそのままにして、上吉と孔次郎を裏と表に張り込ませて、十兵衛や万次郎の帰るのを気長に待っていました。夏の夜は短いから、早く開ける。夜が開ければ、 二人はどこからか帰ってくるだろう。万次郎を表へ連れ出したのは、古法の前では話しにくいことがあるからで、まさか殺すほどのこともあるまいとかをくぐって、まあ頑張っていたわけです。そういうことには慣れているので、さのみ待ちくたびれるというほどでもありませんでしたが、やぶかの多いには恐れ入りました。今と違って、昔は蚊が多いので、こういう時にはいつでも難儀します。 そのうちに、そこらの家の鶏が鳴いて、夜もだんだんに白んできました。明け方から空模様が良くなったので、七つ半午前五時にはすっかり明るくなりましたが、二人はまだ帰ってきません。亀吉はじれて、もう一度探しに出ようかと言っているところへ、十兵衛がぼんやり帰ってきたので、亀吉と幸次郎が取り囲んで、すぐに家口へ引っ張り込みました。 万次郎はどうしたかと聞くと、途中で喧嘩をして別れたという。お前は今までどこにどうしていたかと聞くと、狐に化かされて夜通し迷い歩いていたという。さてはこいつ、万次郎を殺して空飛ばけているのだろうと思いましたから、私も厳重に戦技を始めましたが、やはり同じようなことを繰り返していて拉致が開かない。そこで万次郎のことは二度つきにして、 丸太のエマの一件の宣言に取りかかると、丸太の主人に頼まれて、偽物をこしらえたに相違ないが、本物とすり替える約束をした覚えはないと言うんです。それから、証拠の風呂敷を突きつけて、出し抜けに、お前は丸太の主人を殺したな、と言うと、十兵衛は、にわかに顔の色を変えました。そう、その途端に、凄まじい響きとともに、大地がぐらぐらと激しく揺れて、このかやぶきの屋根の家が、 たちまち傾いたには驚きました。逃げるという考えもありません。ただ、跳ね飛ばされたように庭先へ転げ落ちると、なんだか知らないが、砂煙のようなものが一面に舞ってきて、近所の家は大抵倒れたり、傾いたりしている。一体どうしたのだろう。大地震かつむじかと、みんなが顔を見合わせていると、その隙を見て、十兵衛は表へ飛び出しました。 表の垣根は倒れてしまったんですから、自由に往来へ出られます。こいつを逃がしてはならないと思って、私も続いて追って出る。亀吉も幸次郎も追って出る。その途端に、激しい揺れが再びドンと来て、私どもは投げ出されたように倒れました。続いて、ガラガラという音がする。ヒノコが飛ぶ。さては、火薬が破裂したのだろうと気がついて、半分灰置きながら伺うと、 ここらは元から離れているので、まだ湘南の方らしく、水車に近いところの人家は、みんなどこへか吹っ飛ばされてしまったには、ぞっとしました。十兵衛はどうしたかと見ると、これも一旦は倒れながら、また灰を着て逃げようとする。この野郎と言って追いかけたんですが、二度の爆発で、どこから飛んできたのか、往来の真ん中に屋根が落ちているやら、大木が倒れているやら、いろいろの邪魔者が、 道を塞いでいるので、なかなか思うようには駆け出せません。十兵衛は裏手の田んぼの方へ逃げるので、私も今限りに寄って行くと、その間に十兵衛はいろいろなものにつまずいて転びました。私も幾度か転びました。いや、もうお話になりません。それでもどうにか追いついて、後ろから十兵衛の左の腕を掴むと、その途端に三度目の爆発。その時は、 一切夢中でしたが、後で聞くと、三度目が一番ひどかったのだと言います。こうなると、敵も味方もありません。二人は抱き合ったままで他の中に転げ込んでしまいました。これでまあ、十兵を取り押さえたわけですが、こんな危険な取り物は初めてで、時間から言えばわずかの間ですが、馬鹿に疲れたような気がしましたよ。そうでしょうねえ。と、私もうなずいた。 そこで、上吉や高次郎という人たちはどうしました私は運よく無事でしたが、二人は怪我をしましたよ。何か飛んできて撃たれたんですね。上吉は軽い傷でしたが、高次郎は右の肩を強く撃たれて、それから一月余り寝込みました。他にも死人や怪我人がたくさんあったんですから、まあ命拾いをしたと言ってもいいでしょう。後方の家も三度目の爆発で吹き倒されました。後方は無事でしたか さあ、それが不思議で。広報は無事に逃げたのか、どこへか吹き飛ばされたのか、行方が知れなくなりました。万次郎の死骸は川の中で発見されました。それも十兵衛に突き落とされたのか、夜が明けてぼんやり帰ってきたところを吹き飛ばされたのか、確かなことはわかりません。他にも死骸が浮いていましたから、あるいは爆発のために吹き落とされたのかもしれません。お絹の死骸は、 床下に埋めてありました。まあ、お話は大抵心ここで切り上げましょう。いや、どうもご退屈で。その話の終わるのを待っていたように、ばあやは禅を運び出してきて、私の前にうなぎ飯が置かれた。